体調悪いな、気持ち悪いんだよね、気持ち悪いマジで。ああ体調悪い。なんか吐き気がするんだよね、いつも毎日毎日。喋らないな、火薬、もう火薬お前行けよ。一生帰れねえしてやっからよ、ゴミ。し。17号 NG。気持ち悪い。それ道端へちょっと入ったからね、気持ち悪くて。うえって胃液しか出なかったけど、いやコロナじゃないでしょ、コロナって吐き気ないでしょ。だって咳もないし、ね、熱もないでしょ。ああ、でコロナにかからないでしょ、田舎にこもってたら。外出ないんだよ、俺。どうした？起きちゃったの？起きちゃったの？とか。でパチンコなんてあれかかんないから、パチンコ屋でクラスターが聞いたことないでしょ。パチンコ屋なんて1時間には30分に1回空気全部入れ替えてんじゃないの。だって喋んないし、パチンコ屋って誰かと喋る、ペチャクチャペチャクチャ喋んないじゃん。黙って打つでしょ。ネックだじゃん。ネックだ。あ、いや、久しぶりだね、みんなと会うのね。チュールあるかなって、ピザ。チュールあるかにゃって。ね、花火2発でチュールだね、ピザ。あるのかにゃって。僕に花火あるのかにゃって。ピザ。ね、あまりごちゃなちゃで、くよ、チュール食べたいね、くどちゃん。うん、チュール食べたいな、もうちょい、チュール食べたいな、あ、かわいいね、うん、くどの、落ちねえけど花火ね、ないかにゃっつって、みんな貧乏だからないかにゃっつって、うん、ねえ、クドちゃん、クドちゃん稼げない猫になっちゃったの、クドちゃん、クドちゃん稼げない猫になっちゃったの、うん、クドちゃん、クドちゃんも引退かねの。ね、クドちゃん、クドちゃん、クドちゃんはもう稼げないからね、クドちゃんは。もしかしたらこの猫がね、うちに来るかもしれないね、この猫か。
3ヶ月だってこの猫、うん、ね、クドちゃんはもう引退だよね。そう、クドちゃんはもう稼げない猫だからね、全然アイテムだからあの猫で稼ぐしかないんだよ、クドちゃん稼げないから。うん、いや、エマちゃんがなんか捕まえたんだって。でもしかしたら俺ん家になんか持ってくるって言ってるから、 そのうちの1匹ぐらい俺がもらおうかなと思って、うん、あー、クロちゃんしか買ったはず、誰ですか、ありがとうございます、ありがとうございます、平川、ありがとうございます。そう、捕獲したんだって。なんか餌あげて捕獲して、あの里親とか見つけるのをエマちゃんやってるらしくて、そういうの、それあと3匹捕まえんだって。ねえ、クドちゃん、クドちゃん仲良くできんの？うん、クドちゃんは稼げなかったらね、序列が下になっちゃうんだよ、その猫より。クド、ねだからね、頑張って稼がないと。花火一発もらってありがとうって、クドちゃん、水上花火。うん、じゃあ一緒にして、ちょうど食べたいな、ちょうど、あ、面白い、ちょうど食べたいな、あ、ねえ、くだって、今月150万ぐらいですかね。でもまだまだ稼げてないよ。他のやつらはもっと稼げてんでしょ。まあ、今月